物流センターとは、高度化した作業を行う倉庫のことを指し、大きく分けて保管、輸送、荷役、包装、流通加工の5つの機能があります。1つ目の保管とは、出荷までの間倉庫や物流センターに商品を保管して管理することを指します。2つ目の輸送とは、商品を生産地から消費者や小売店へ輸送することを指し、輸送手段の代表的なものには、鉄道輸送、海上輸送、航空貨物輸送、トラック輸送などがあります。3つ目の荷役とは、物流過程における物の取り扱いに関する作業の総称で、入出荷、ピッキング、配送別仕分けなど多岐にわたります。4つ目の包装とは、商品を梱包、包装することを言います。商品の保護や荷役のために舗装、内装、外装をします。5つ目の流通加工とは、顧客のニーズに応じて商品に対して流通段階で行われる加工のことを指し、ギフト商品のセット組み、ラベルや値札付け、袋詰め、販売内容に応じた小分けなどがあります。物流センターの種類は、役割や仕組みによって大きく、配送センター、デポ、ディストリビューションセンター、トランスファーセンター、プロセスディストリビューションセンターの5つの種類に分けられています。1つ目の配送センターは、トラック輸送の拠点であり、メーカー、小売業、卸売業などの物流施設で、エリア内の顧客に商品を配送することを目的としています。さまざまな納品業者から届いた品物を検品し、店舗やお客様ごとに仕分けして発送しています。2つ目のデポは、配送のための小型拠点を指し、多くの在庫を持たず、顧客に対して少量ずつ頻度の高い配送を行うための施設になります。配送距離やリードタイムの短縮、一時的な保管をするために利用されています。3つ目のディストリビューションセンターは、在庫を保管することを前提とした在庫型の物流センターのことを指します。商品を仕入れ先から一括で購入するため、在庫を抱えなければいけないリスクがありますが、倉庫に在庫を持っていることから、必要な時に即座に手配することが可能で、納品も早くできるというメリットがあります。4つ目のトランスファーセンターは、在庫の保管を行わず、荷物の詰め替えや仕分け、配送を主に行う通貨型の物流センターのことを指します。運ばれてきた荷物は保管されず、開梱後直接仕分けされて加工、納品先へと配送されますので、在庫を抱えるリスクは少ないですが、購入時のコストが高くなる場合があります。5つ目のプロセスディストリビューションセンターは、高度な流通加工機能を持ち合わせた在庫型物流センターを指します。主にコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどに納品し、部品の組み立てや設置、精肉の加工といった高度な加工を加えられる、設備や品質を保つための温度管理や生産ラインが整い、準工業化された機能と人材が求められています。物流センターには大きく、入荷、入庫、保管、出庫、出荷という流れがあり、この流れの中にピッキングや加工といったさまざまな業務が付随してきています。今回は主に弊社での物流の流れについてご説明していくと、1つ目の入荷は、商品が倉庫に入ってくることを指します。2つ目の入庫は、入ってきた商品の種類、数量、置き場を特定し、決めた場所に格納することを指します。3つ目の保管は、商品の種類、数量、置き場が明確になっていることを指します。4つ目の出庫は、指定のロケーションから正しい商品を正しい数量をピッキングすることを指します。5つ目の出荷は、梱包済みの商品に送り状を貼り、
倉庫から輸送業者に引き渡すことを指します。近年のネット通販事業の拡大により、さまざまなものがネットで簡単に買えるようになり、消費者の購買方法も多様化してきています。そのため物流業も今までの方法ではさばききれなくなり、商品の保管や流通加工に特化したさまざまな形態で物流センターが出てきています。そのため自社で取り扱い商品と物流センターの特徴を理解した上で物流センターを探してみてください。